西部ウラジーミロビチ・ヤブロコフは、ロシアの科学者、ロシア科学アカデミー会員。世界保健機関本部前で、抗議行動をするヤブロコフ。2008年4月27日、ジュネーブ。中央は、ローザ・ゴンチャローバ、右端は、ワシリーネ・ステルンコ。モスクワ生まれ。1956年、モスクワ州立大学生物学部卒業。生物学博士号取得。 1974年より、ソビエト連邦科学、アカデミーロシア科学アカデミー客員。1998年より、ロシア科学アカデミー生態緊急問題に関する、科学評議会副議長。1986年のチェルノブイリ、原子力発電所事故当時、ゴルバチョフ書記長のアドバイザーを務め、被爆者のその後について25年以上追跡調査を続けている。 1988年から1991年ソ連水産省の魚類学委員会議長。1989年から1991年ソ連最高会議、生態委員会副議長ソ連人民代理員。1991年から1993年、生態、公衆衛生に関するロシア大統領顧問。1993年から1997年、 ロシア連邦安全保障会議省長官生態、安全委員会議長、この間旧ソ連による日本海への原子炉投機問題を調査した。1993年から2005年ロシア、環境政策センター創立者及び代表。1996年、アメリカ芸術科学アカデミー名誉会員。2008年国際改正保乳類学会会,会員。 1997年に発足した欧州放射線リスク委員会の共同設立者。2005年ヤブロコ党主席。2007年、ベラルーシのベルラド放射能安全研究所所代所長、ワシリー・ネステレンコ、同書員、アレクセ・ネステレンコと共に、英語文献や、ロシア、ウクライナ、ベラルーシなど、スラブ系の諸言語の記録や文献をもとに報告書、チェルノブイリ、第三次が、 人々と環境に及ぼした影響をまとめ、同事故による死者数は1986年から2004年の間で少なくとも98万5000人に達するとの推計を発表した。2011年3月の福島第一原発事故後、チェルノブイリ事故との違いを指摘するとともに、放射能被害の過小評価の危険を警告している。集団生物学、進化生物学、 放射線生態学、環境政策に関する28の著書がある。ありがとうございます。